複雑系、複雑系、複雑系とは、相互に関連する複数の要因が合わさって、全体として何らかの性質、あるいはそういった性質から導かれる振る舞いを見せる系であって、しかしその全体としての挙動は、個々の要因や部分からは明らかでないようなものを言う。これらは、狭い範囲かつ、短期の予測は、経験的要素から不可能ではないが、その予測の裏付けを、 より基本的な法則に還元して理解する還元主義のは困難である。系の持つ複雑性には非組織的複雑性と組織的複雑性の二つの種類がある。これらの区別は本質的に要因の多さに起因するものを組織化されていないといい対象とする系が場合によっては極めて限定的な要因しか持たないかもしれないが、創発性を示すことを 組織化されたと言っているものである。複雑系は決して珍しいシステムというわけではなく、実際に人間にとって興味深く有用な多くの系が複雑系である。系の複雑性を研究するモデルとしての複雑系には、アリノス、人間経済、社会、気象現象、神経系、細胞、人間を含む生物などや、現代的なエネルギーインフラや通信インフラなどが、 挙げられる複雑系は自然科学、数学、社会科学などの多岐にわたる分野で研究されている。また、複雑系科学の記事も参照のこと。見方によっては、人類は何千年も前から自然を相手に複雑系を研究してきたと言えなくもないが、現代科学としての複雑系の研究は、物理学や科学といった従来の科学分野と比べても、 比較的若い分野ということになる。こういった複雑系の科学的研究はいくつかの異なる流れを辿ったものが統合的に整理されて形を成したものである。中でも数学分野における最大の貢献といえるものは決定論的な系におけるカオス現象、非線形性に強く関連する力学系のある種の特徴の発見であろう。 ニューラルネットワークの研究は複雑系の研究に必要とされる数学の推進に格くべからざるものでもあった。自己組織化系の概念は、非平行熱力学における科学者でノーベル賞受賞者のイリア・プリゴジンが三一構造の研究において開拓した内容を含む研究と強く関係するものである。複雑系は異なる種類の構成要素が非線形に、 関連し合うネットワークであり、突発的な振る舞いを見せる。一口に複雑系と言っても、どのようなスコープで述べた文脈かということに応じて、多少の多義性を持ち得る。複雑系とは何かということについての厳密ではない定義づけが様々に提案されたが、それらによって複雑系の持つ性質のいくつかは的確に表現されていると考えられる。 サイエンスの複雑系についての特集号ではそれらのいくつかに焦点が当てられている。複雑系は単純な要素に分解して法則や原理に落とし込む還元主義の方法論では理解できない。生物を分解してしまうと死んでしまい、生物、生きているものとして理解できないように複雑系は分解してしまうと本質が抜け落ちてしまうものだからである。したがって、 複雑系の分野を貫く基本スタンスとして複雑な現象を複雑なまま理解しようとする姿勢を上げることができ複雑な現象を複雑なまま理解しようとする学問手法は複雑系の科学などと呼ばれることが多いがその源流に目を向けるとアリストテレスの全体とは部分の相和以上の何かであるといった言い回しにまで遡ることができる近代になって 科学哲学において還元主義の蔓延に対して継承を鳴らすように全体を見失わない見解を進化させ個々の分野で具体的な研究として全体性の重要性を説く論文、著書などを発表す学者、研究者らが現れるようになった。現在ではこうした見解、立場の研究は法リズムまたは全体論などと呼ばれている。科学哲学の研究者たちは 現在の、いわゆる複雑系を、抗議の法リズムの一つである、と位置づけることが多い。力学系がカオスとして分類されるためには、以下の条件を満足しなければならない。初期条件鋭敏性は、そのような系における各点は、未来の奇跡がそれぞれで大きく異なるような点たちで、いくらでも近く禁似されるということを意味する。従って、現在の軌跡に対する、 どれほど小さい雪道でも未来の挙動に大きな違いを生じさせうる。複雑的応系は複雑系の特別の場合である。この系における複雑性とは、系が多数の相互に関連した要素の微合集算によってなることを言い、この系における適応というのは変化や経験からぶ予知を持つことを示す。複雑的王系の例には、証券取引、社会的昆虫やアリノス、 生物圏、生態系、脳、免疫系、細胞、肺の発生、あるいは製造業など、人間の文化における社会集団をベースとす、試み全般、政党やコミュニティといった社会システムなどが挙げられる。もちろん、協調タグ付けやソーシャルブックマークシステムといった大規模オンラインシステムも含まれる。非線形力学系の挙動というのは、線形力学系が、 重ね合わせの原理に従う対象であるのに対して、重ね合わせの原理には従わない。従って、非線形力学系の挙動は、部分の、あるいは、部分の倍数の単純な和として表すことはできない。複雑系は、以下のような特徴を示す、アーティコルズ、ゼネラルインフォメーション。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。